どうもこんばんは、星野源です。そして本日のゲストはこの方です。松重豊さんです。どうもこんばんは、松重豊です。また来てしまいました。ありがとうございます。本当すいませんね、なんかねお呼びいただいてありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。だからラジオにもね、僕も出させていただいて、そうなんです、松重さんのラジオに、はい、でちょっとまた来ていただいて、で、あれ、そうだっけ、松井さんラジオがあって、その後僕のところにも来てくれたんですけど、逆でしたっけ、忘れた。ね、どっちかでしたね。そうそう。まあ、その辺の時間軸は忘れましたね。うん。で、それが確かちょうどポップウイルスの頃だったと思うんですけど、僕がアルバムを出したんで、もう結構だから、もうほぼ1年前みたいなことになっちゃ なっちゃいますね。そうなるとね。早いですね。時間が過ぎるの。ちょっとやだね。令和元年はあまりにも早かったですね。もう2年もうすぐ2年令和2年令和2年です。あらら。そうなんです。入っちゃいますね。ちょっと僕はなんか今年いっぱい松重さんとお会いしてる印象はあるんですけど。印象あるね。ね、イダテンもそうですし。そうそうそう。あとはAin't Nobody Know の。そうそうそう。ビデオに出ていただいたりとか。おげんさんと一緒もあった。そうなんです。ね、本当にたくさん。引っ越し大名も実は。それがね、とても大事ですね。引っ越し大名。しかし、宣伝ではね、そんなにいなかったんですけど、おしゃれイズムに、僕の会に出ていただいて。うん、突然なんか出た。から、松重さんイヤーですよ。いやいや、イヤーっていうことでもないですけど、時々お邪魔しましたね。本当にありがとうございます。いや、こちらこそ、ね、本当に令和元年を星野くんと共に、うん、共に歩んだ感じがしますね。そうですね。なんかその、あれですよ。これを聞いてる皆さんは、今日は収録放送なんですけど、うんうん、松重さんのラジオね。そうそう。繋がってますから。繋がってるんです。実はね、そうそうそう、私をこう、はしごしてる人もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、実はね、何分前まではね、うんうん、長岡亮介さんとね。そうですよね、お話。そうなんですよ、ゲストに、ペトロールズ長岡の亮ちゃん。もうね、本当にね、うん、僕もアルバム出されたんでね。そうですよね、ペトロールズ。難しい名前の GGNNRR とか。あれ難しいですよね。なんて呼んでいいかわからないアルバム出したんで、そのアルバムが良かったんで、来てくださいって言って来てもらって、ちょうど本当、ちょっと何分か前までちょっと一緒に話してて。ね、FM 横浜。そうです、FM 横浜、ね。そうですね、来週もまたね、長岡さんも登場します、ね。2週にわたって。ぜひじゃあそれ聞いてね、皆さん聞いてみましょう。よろしくね。そう。だから繋がっているということで、今日は松重さんデーでもありますよ。はい。もう横浜から東京、ここは、ホテルの横。有楽町ね。有楽町。ペニンシュラ。ペニンシュラね。ちょうどね、この収録するスタジオの窓がね、ちょっとちょうどペニンシュラに向いてるんですけど。まああそこなんか映画のなんかキャンペーンでなんか舞台挨拶する時ぐらいしか行かないからね。そうですか。うん。僕一回泊まったことあるんですけど。泊まった？あまりにも豪華でしたよ。なんで泊まったの？なんかもう、ペニンシュラに泊まってみたいと思って。あ、いいね。ただ泊まったんですよ。うん。ルームサービス頼んだ？美味しかったです。何頼んだの？なんか中華。その下にある中華屋さんのとか、あとあれですよ、びっくりしたのが湿度、なんていうか暖房の、そのいわゆる暖房とか冷房のその温度調節のとこあるじゃないですか、うんうんうん。その横に湿度調節があったんですよ。すごくないですか？湿度調整できるんですよ。その、自分がちょっと乾燥してるなと思ったら。そうそうそう。上げられる。上げられる。パーセンテージを。そっから湯気かなんか出てくるような装置がある。湯気、そう、湯気出てきて長いんですけど、うん、確かに、それ冬だったんですけど、へー、湿度ちょうど良かったですよ。ペニンシュラってやっぱすごいんだ。なんかすげえな。どこが一番なんだろうね。なんかね、プールとかも見えるんですよ。どこにプールがあるの？なんかそこにあるんですよ。いや、これ東京の人はわかるかもしれないけど、いわゆるここ、本当にど真ん中だからね、昔。そうですね。もう、進駐軍が来た時に、これ、GHQ とかができた時に。そうか、そうか。もう、ここが、要するに日本の中枢だみたいなところに、ペニンシュラっていうさ、三角形のね、これ外資系だよね、あれね。そうだと思います。そのホテル作っちゃってさ、すごいっすね、プールが見えるんだ。だからなんか結構セレブリティな人たちが、なんかいっぱいいるんですよ。そう。だからなんかあとトイレの、いわゆるこれ、有楽町のいわゆる男性トイレの、おしっこをするところの、こうちょうど上が窓で開いてるんですけど、うん、それがちょうどペニンシュラの部屋が見えるんですよ、おしっこしながら。ああ。なんか知らないけど、そう負けてる感じがする。なんかわかんないけど、すごい優雅な、窓と道路を隔てて、優雅で高級な、
様をですね、日々なんて泥にまみれながら働いている我々、うん、もうなんかね、格差がすごくて、で、おしっこしているっていう、なんかその感じがですね、ちょっと残念だね。そうなんですよ。じゃあ、この番組ごと FM 横浜に来たら、あそこはもうあの、大きい観覧車とね、確かに。あの、日本丸って帆船が見えてね、うんうんうん、のどかなあの、日中の景色とか。のどかですよね。いい景色ですよ。確かに。あの、かまぼこみたいなホテルが見える、ね。うん、あれ、なんだかよくわからないけど。まあ、そんな劣等感感じるホテルじゃないじゃんね。僕最近行けてないんで、うん、あの、またちょっと、松毛さんの番組に出させていただきたいんで。ぜひぜひ、もう来てください。ぜひ、もう、させてください。来るともう、横浜がお祭り騒ぎになるんでね、楽しみにしてますよ。うん、あの、今日は2時間。2時間あの、以前のようにですね、お互いに好きな曲を掛け合いながら、いやこのテンションでもう、やらしい。何がやらしいの？いやいや、お好きな音楽を掛け合っていくなんてなんかもうやらしいじゃないですか。どういうことなんですか？色っぽいな、その言葉が。いやいやいや。想像力がたくましすぎますね。さすがです。うん、そうそう。ちょっとやらしい放送ですね。やらしいね。うん、もうでもほら、俺いないときやらしいこと言ってんでしょ、これもさ。確かに。やらしいこと言ってんでしょ。いやらしいことそんな言ってないですよ、僕。いやいや、いい。別にもう、あの、鶴光か星野源か。もう、そういう時代ですよね、今頃はね。下ネタのラジオといえば、深夜ラジオといえばね。そうですよ。それはそうかもしれません。うん、じゃ随時挟んでいきましょう。随時ね。はい。挟んでいきましょう。で、そんな感じの放送を2時間よろしくお願いしますということで、じゃあちょっとあれ言いましょうね。うん。星野源と松毛豊のオールナイトニッポン、はい、ビタースイートサンバかかるという流れやりましょう。わかりました。俺も一応言っていいのこれ。言いましょうよ、これ。せっかくだから。はいはい。では、星野源のって言った後に、うん、松毛豊のって言っていただいて、はい、一緒にオールナイトニッポンって言いましょう。ああ、嬉しいな。いいですね。それでは、行きます。はい。星野源と松毛豊のオールナイトニッポン。どうもこんばんは。現在12月5日なんでございます。本当はね、あのちょっと九州旅行者なんですけど、木曜日でございます。今夜は、星野源ポップウイルスワールドツアー横浜アリーナの2日目ということで収録での放送でお送りしますが、ね、今日は素晴らしいゲストの方が来ていただいております。松茂豊さんです。あ、どうも、お邪魔いたします。よろしくお願いします。そうなんです。僕もこうライブのちょうど終わったぐらいですから、うん、なんであの実際のこのね放送されてる時間は多分なんかいろいろと多分バタバタしてる。バタバタしてる。バタバタしてる。寝るわけにもいかず、なんか多分打ち上げしたりとかなんかしてるんですよ。ああ、そうなんだ。横浜で。しかも今回マークが来るんで、うん、なんかそういうのもあるので、多分なんかいろいろやってんじゃないですかね。へえ。ああ、そうなんだ。そうです。すごいね。そうなんですよ。いやー、で、あとあれらしいですよ。あ、この週に、イダテンが最終回。もう放送されたってことなんですよ。これが放送されたその週の日曜日が、またあと数日後にイダテン最終回ですよ。誰の不祥事もなければね。ね、もう、不祥事怖いね。ないそういうの。本当に怖いですね。僕はないです、ないです。大丈夫です。大丈夫です。安心ください。松茂さん大丈夫ですか？いや、俺自信ない。自分に自信がない。もう何やらかすかも。恐ろしいですね。恐ろしいです。だから、うん、無事に私が不祥事なく、うん、ここから自宅に帰ってそうですね、マイクしてれば、うんうん、イタテンがそのままなんと放送できると。素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしいですね。ね、僕も楽しみにしてます。僕最終回出てないんで、だから楽しみです。そうだよ。どんな感じのね絵になってるのか。そう、最終回出てないけども最終日一緒だったよね。最終日一緒でした。最終日一緒だった。松茂さんの撮影の最終日が一緒で。そうなんです。で、だから見送らせていただき、僕のシーンがちょっと後、一シーン後だったんで、あれはなんか良かったですね。なんかね、うん、まあ本当にやってる時はね、もう本当に一緒にこう作ってる感じなんですけども、うんうん、こうやって放送がだらだら続くけども、もう終わっちゃってるからね。そうですね。そうそうそう。もう不祥事がなければいいなっていうぐらい。そんなに何回も言わない。いやいや、怖いからね。そうですね、頑張れ、お金に立てん ね、 ね、うん、で頑張れということ で、 そうです。皆さんも放送お楽しみに、うん、さあ、ですね、僕と松茂さんはさっきも言いましたけども8月に引っ越し大名で共演させていただきまして、ねね、本当に。そして NHK 大河ドラマ飯田店でも共演、10月14日 NHK、おげんさんと一緒、こちらにも、ね、
ホーホーさんという名前で本当に適当に名前つけてなんかその以降ホー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 言われる。あ、言われます、やっぱり言われるから。もうさ、もう、もう俺も何にも考えて適当につけちゃったから、もうそれ自信ないんだよねホーホーってさ。で、僕のとこにもやっぱこうラジオにメールがやっぱ松毛さんで、ね、ホーホーさんっていう呼び名で来てますから。もうじゃあホーホー名義でやるしかないね。だってあれですよ、おげんさんとしては世界一位ですから。トレンド、トレンド、うん、世界、あの日世界で一番のトレンドになったんですからホーホーさんが世界で一番だったから、もうあんま巻き込まないでくれよ俺おとなしくこう地味に暮らしてるさもうあのお年寄りなんだからさ。ちょっとストップストップ、そんなことない。なんかそれだっておとなしく生きていたい人はホーホーさんみたいなキャラクターを自ら希望しないですよ。いやいや違う違う違う、あれはだから僕らが無理やり着せたと思っているけども、あの格好カツラを選んだらもうコンセプトを選んだらもう松毛さんですから。チャイナ服発注もした。発注もそうですよたくさんのチャイナ服がね、発注したら、ね、かわいいのが NHK の美術さんはやっぱりそこで気合い入れてくるから、ね、7色ぐらいのさ、すごい綺麗でしたね。俺のサイズ合わせるってそれだけでも大変なのに全部もう塗ってきたから、もう方法にもうそこにもう責任取るしかないもうこれで結果残さないと、い結果残して印象でわあすごい方法すごかったって言われないと、ほらみんなに申し訳ないと思うから、そこで俺はちょっとスイッチ入るわけです。さすがですね、責任感がありますね。責任ですもん、巻き込むからだよね。いやちょっと巻き込ませていただきますよ。ありがとうございます。本当に素晴らしい。だから僕はおげんさんのそのね放送の後にもこのラジオでも言ったんですけど、やっぱりなんか今その好きな音楽を語るっていうのが、うん、特にテレビはないじゃないですか。ラジオでもちょっと少ない気がするんですけど。そうなんだ。松江さんの番組と、もう僕の番組はがっつりやっぱ好きな音楽の話を語ったり、もう僕の番組より松江さんの方語ってると思うんですけど。いやいや、本当にもう火曜の夜はもう本当に音楽好きにしちゃうぞっていう、ね。そうですよ。濃いですよね、音楽の要素が。でもやっぱテレビは全然、やっぱ僕がちっちゃい頃の深夜放送とかはいっぱいあった気がするんですけど、タモリさんとかもそうです、大橋さん、とにかくラジオからしか、うん、レコードなんてそんな買えないから、うん、エアチェックでとにかく自分の好きな曲を好きな番組から引っ張ってきて、うん、カセットに入れるっていうことでやっぱり過ごしてたんですね。そうですよね、うん、でかつテレビの放送ではいわゆる10時以降ぐらいの番組では結構お酒とかを飲みながら、しかもタバコを吸ったりしながら音楽をかけて、それでライブ映像流して、いいねなんていう番組が僕ちっちゃい頃あったんですよ。タモリさんの番組とかジャズの番組とかもそうでしたし、なんかそういう音楽を語るみたいなのをもっとやりたいなと思って。いや、そういうことね、もう星野君がやってくれると助かるね。やっぱ森さん一人の力じゃどうしようもないから、そういう流れに巻き込まれるんであれば、私方法もやぶさかでない。ありがとうございます。でも、ね、その素晴らしいコーナーでしたから、方法さんとこう見直したけど、やっぱ相当面白かったですね誰が分かってるのかな。教養番組ですよ、これは、ね、それの、まあ、よりまた濃いものを今日ラジオでできればと思っておりますので、最後にね、そうですね、松毛さんと二人でゆっくり音楽をかけながらお話をしていこうと思います、はい、じゃあどっちの選曲からいきましょうか。まず1曲目、じゃんけんぽんみたいな感じ。じゃんけんしましょうか。じゃあ勝った方が流す。いいよ、うん、わかりました。最初はグーって言う割と言いますね。あれなんでなんなんでなのか、俺も本当にさ、嫌なんだよね、最初はグーってさ。あれもう、最初はグーって言うことによって、世の中の人がどれだけの時間を無駄に使ってるか分からないんだよ。言わなくていいじゃん。俺子供の頃言ってなかったのよ。東京来たらみんな最初でグーって言うからさ。なんか、今までのその、地球が生まれてからの最初はグーの時間を全部なくすと、もっと豊かな日本になってるかもしれないですね。でしょ？時間がね。俺最初はグー言わないよ。わかる。じゃあ最初はグーなしにします、うん、じゃあ僕は言います。言った方がいいね。なんだろう、ワクワク感がこう盛り上がらないのかな。ちょっとシュッてやると一瞬でなんかついちゃう感じがあるんですかね。そうなんだよね。あとリズムが最初はグーでこうじゃんけんイントロ、イントロの役割は果たしてるかもしれない。もういきなりギターから入るみたいな、グーみたいな、ジャンケンシャイバイっていうなんかさそういうなんかノリなのかな。でも福岡は僕らはちょっと
や、福岡バージョンで。いや、いい。最初はグー。いや、あの、最初はグー、僕も今、ちょっと、自分がいかにぼーっと生きていたかというのを今、を分かりましたよ。確かに最初はグーに関して僕は思考停止してたと思って。ああ。いけ、良くないですよね、やっぱそうなんだよ。思考停止しちゃうんで、最初はグーっていう。良くないですね。最初はグー、進行みたいな感じでさ。ありますよね。そこから始めちゃおう。チェックパンでもう、バーンと決まる。そうなんだよ。イントロなしでいきます。もう、MC なしでいきますけど。はい、いきます。はい。じゃんけんぽん！分かった。分かった。やっぱ、強いな。慣れてるから。ラジオを聞きながら、僕はじゃんけんし、いきなりでパーを出しました。僕はもう、最初はグーの名残でグー出しちゃいました。そっか、名残がちだな、じゃあちょっと一曲目ぜひ、松毛さんの一曲目を聞かせてください。ね、これね、変わったね、三人組なんですよ。うん、ロサンゼルスと東京のね、ほら、スーパーオーガニズムもさ、うんうん、あの女の子なんてことやろ。オロナさんね、うん。日本人。日本人とほら、今最近そういうコラボが結構あるんじゃない？ああ、もうバンド内で？バンド内でね。だからそれもね、ロスの人と、日本の人の3人組のヒップホップグループ。あ、へえ。サークルっていうんですけども、うんうん、普通にサークルって書くんじゃなくて、R が多いんだよ、なんかな。ほんとだ。そこのね、Like I'm Home Featuring the Fla Blue っていうね、うん、曲を、聴いていただきたいと思います。どうぞ。一曲目、松重さんの選曲でお送りしたのは、サークルで、Like I'm Home Featuring the Flavor Blue でした。めちゃくちゃいいっすね。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 これ若い。知らなかった。若い顔なんだけど。やっぱこうやってさ、なんか、うん、ロスの人と、ね、うんうん、東京の人が、こうやって同じ、こう、楽曲作るみたいなのっていうのは、うんうん、どんどんやってほしいです ね、 いいですね。今なんか、僕も調べて、ジャケ見ましたけど、下に、うん、カタカナで、書いてありましたね。タイトルね、うん。今ね、カタカナめっちゃ流行ってるんですよ。カタカナが、ね、カタカナが。ほら。その海外の、いわゆるジャケットにカタカナがめっちゃ多いんですよ。日本人じゃなくて、もう。へぇー。普通にカタカナでタイトル書く人がすごい増えてて。カタカナがポップな感じがする。多分するんだと思うんですよね。エキゾプラスポップみたいな感じ、多分するんだと思うんですよね。へぇー。なんかたまにその海外の人で、漢字の T シャツ着てる人とかもいるんですけど。昔からいるよね、なんかそういうのね。最近はなんかカタカナっすね。ひらがなじゃなくてカタカナ。カタカナっていうのが。いや、でもなんか本当にその、カタカナって面白いなっていうのは最近は思います。なんか、こんなにやっぱりその文字の表現の種類がある国ってなかなかないじゃないですか。うん。ひらがな、まあ、カタカナ、カタカナ、漢字。それに書き方全部違ってくるからね、なんかね。習字もあるしさ。そうなんですよ。うん、で、特に、まあ、ひらがな、カタカナって日本だけだし、とかって思うと、うんうん、面白い国だな、日本ってすごい思うんですよね。そういうふうに、だから外国の人が今日本になんとなく興味をこう、心身で、また昔のジャポニズムとかそういうもんじゃなくてさ、うん、そうですね。やっぱ日本のそういうなんかポップなものとかに興味をギュインとこう向けてる最中なんじゃないかな、みたいな気はしますね。うん。いや、素晴らしい一曲目を。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ今日はこんな感じで、松毛さんと私、星野源で、一曲ずつね、受けていこうと思います。今日も2時間よろしくお願いします。お願いします。星野源のオールナイトニッポン、この番組は、セブン&アイホールディングス、全保連、出光昭和シェル、DMM.com、日本触媒、インディード、じっくりことことこんがりパン、三和シャッター、築地銀だこ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。うわー、ハチのゲオールナイトニッポン。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン、今夜はスペシャルゲストの
松重豊さんとお送りしております。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさん質問メールが来ておるので、ちょっと読んでみようと思いますよ。はい。これもいいですね。こういうのからじゃあ始めよう。うん、和歌山県、30歳女性の方、浅野ポーチさん。朝ごはんはご飯派ですか？それともパン派ですか？あ、質問？なんだろう。最近なんかね、先週もそうだったんですけど、うん、僕の番組はなんかちょっと昼のラジオっぽいメールが来るんですよ。すごいね。まあ来るっていうか、先週自ら募集したんですけど、鍋の好きな具は、レシピを教えてくださいみたいな。NHK のラジオ深夜便みたいな。そうなんですよ。うん。朝ごはんはご飯派ですか？そうですね。それともパン派ですか？朝ごはんというと、やはり私は日本人なので、うん、ご飯。なるほど。というかまあ、その時によって、気分変える派なんですよね、うん。あ、そうですか。パンもある。パンもあるし、バナナとヨーグルトの時もあるし。あ、いいですね。そう、撮影によっては、だから、食べない時もね、俺食べる仕事の時は食べなかったりもするし。あ、そっかそっか。うん。五郎さんの時。あと、頭一発ですげえ大変なシーンがある時って、食べていかないじゃん？そうなんですか。なんかさ、食べると、うん、朝一ですごい意地悪なシーンあったりするじゃん。ね、なんかさ、もう、すげえ感情もデロンとさ、ね、吐き出さなきゃいけないシーンとかあるとさ、なかなかなね、それ嫌じゃない？ そうすると飯食わなかったり。食べない方がいいんだ。だから仕事。僕じゃあこれからそうします。え、なんでなんで普通に食べちゃってたんで。食べてた？逆になんか食べないと、なんかこう、エネルギー出ない気がして。あー、結構ね、俺、なんだろう、規則正しく食べることは別にどうでもいい派だから、うんうんうん、割と、食べたい。そういうとき健康に悪いかもしれないけども、うん、割と食べるタイミングはもう自分の仕事とか体調とか、体調とか、まあそういう時に合わせてですね。うんうんうん、そうなんです、ね。うん。何でしたっけ？なんかの時、なんだっけな？なんかの、あれを聞いた時に、松毛さんが昼ご飯食べないみたいな、次のシーンが眠くなるからっていう。そうそうそう、昼ご飯も食べる。だから、昼ご飯もさ、ただ昼飯後のシーンが、ただうなずいてるだけとかの、うん、シーンだったら、ね、ちゃんと食うよ。わかります。食って逆に眠くなって自分を追い詰めたりするんだけど。でもね、やっぱ飯食うとさ、本当眠くなりますよね、昼休憩明けの撮影って。確実にもう血液が脳からもう下に降りてきちゃってるから、全部言ってる。今頭働かすんすかみたいな感じになって、体がもう言うこと聞かないんでね。長ゼリフとかあるときはもう食べないっていう。食べないようにしてるかな。そう、僕なんか逆の発想だったんで、うん、もうなんか頑張んなきゃみたいな感じがガツ食ってたんですよ。まあでもほら、そんな食べたもんが即効性になるとは限らないじゃん。それは。そうですね。うどんとかだったらいいかもしれないけど、うんうんうん、やっぱすぐね、エネルギーに変えてくれないんで。だから俺はこれからもう食べないようにしよう。いいよいいよ、食べていいよ。いや、なんかそう大事なのがあるときは。あ、そう、もう大事なシーン、もうそういう気持ちでやるの嫌だね。もう大事なシーンって聞くだけで嫌だもん。確かに。もう大事なシーンなんかなくなっちゃえばいいのに。わかりますわかります。なんかその法則あるじゃないですか、その、うん、いわゆる現場に入る日に、キスシーンとか、うん、なんか現場に入る日に泣くシーンとか。そうそう。なんでこのコミュニケーションまだ誰とも取ってない、その1日目にこんなにヘビーなシーンが来るんですかみたいな。それで結構ありますよね。周りがさ、なんか妙にさ、そこに対してこう、気持ちを高ぶらせようとする。変な気の使い方をするとさ、もう魚でする、もう、やめてくれよ、みたいになるじゃん。誰も話しかけないみたいな。そうそうそう。気を使ってる。いやだやだ、もう、そういうの、いや、もう。ね、なんか、もうそんなになんか感情の激しい荒波なんてそんなもんさ、ないから。正直日常ないですよね。ないから。ドラマとかにある。そうそうそう。大きい声出すとか。そうそうそう。荒ぶることないから。うん、だから、もうなんかそういうことを荒ぶりたくないなと思うから。うん。うん、でもほら、ある時は飯食わなきゃいけないから。だから、ちゃんと飯食って望みたい。本当に。本当はね。なんか、人によってはその、米を食べないようにするっていうのは聞いたことありますけど。米？いわゆる糖分が眠くさせるので、その、まあ、肉とかは食べる、おかずとか野菜とかは食べるけど、
あの、米を食べなければ眠くはならないという。へぇー。エネルギーにはなる。タンパク質としてエネルギーになるけど、うん、みたいなのは聞いたことあります。かといってさ、なんか、シリアルとかさ、なんかよくあるじゃん、ナッツ、ロカボみたいなやつさ、あれすげえ歯に挟まんじゃん。そうそうそう、ね。歯に挟まるとさ、相手役の人にほらまたなんかこう、こう口の中の破片飛ばすこともある、ね。それも悪いなと思う。そんなに唾飛ばすみたいでセリフ言います。いや、だから感情が。感情がね。あの、高ぶるようなシーンだったらさ、ね、うん。ものすげえ怒るシーンとかだったらさ。そうですね。うん、ロカボ吐き出すわけにもいかないね。うん。ロカボでいいんだっけ？なんかそんなあるよね。ありますよね。なんかね。ナッツみたいな。ナッツとかね。あの、うん、シリアル系のやつね。シリアル系のやつね、うん。そういうの食べてる女優さんいっぱいいるじゃないの。いますね。あの、うん、タッパにフルーツ入れてきてね。そうなんだよね。ね、偉いなと思いますけど。うん。いや、そうだ、そう。なんだね。じゃあ、そう、ご飯派か、ああ、じゃあ、混ざってるってことでいいですね。そうですね。うん。ありがとうございます。ありがとうね、本当にね。じゃあ、ネブリボです。今日はもう、スペシャルウィークなんで、全員にネブリボを差し上げます。あ、よかったら、ネブリボ、好きな色のネブリボ、松重さん持って帰ってください。緑、紫、オレンジ。これ青かな、まあ、青かな、あ、でも、緑っぽいか。まあ、俺も、緑かな。じゃあ、どうぞ。ありがとう。じゃあ、いただきます。はい。なんで今日は採用されたメールは全員にね、メモリーを差し上げますんでね。素晴らしい。これを、茨城県。やりネーム、チロワン。うん。松重さんが、この方に影響を受けたと思われる方はいますか？ほう。ちなみにどんなとこに影響を受けたと思われますかと。確かにそれあんま聞いたことないですね。影響を受けたっていうのは。影響を受けた。僕だったら例えば、細野晴臣さんとか。あと、音楽だったら、で、お芝居だったら、松尾さん、工藤さんとかっていうのありますけど、松江さんはありますか？影響ね、うん。いろんな人を瞬間的にこう、なんだろう、すごい素敵だなと思って、うんうん、吸収しようとかって思うんだけど、本当に長続きしないんだよね。だから、瞬間的にヒュッとこう、ちょっと、盗んで、うん、うん、っていう感じでこうずるく生きてきたから、なんだろう、浸水する人もそんなにいないし、俺師匠が蜷川幸雄っていう、なるほど、恐ろしく言う芝居の下手な演出家だったから、いや本当そうなんだよ、いやもうこれはねもう有名な話で、あの太地喜和子さんが、面白いな、私こんな人に演出されてると思ったら恥ずかしいから、あのテレビ出ないでくれますって言われた人ですよ、あの人。そうなんですね。そうそうそう。僕その蜷川さんお会いしたことないんですよ。ああ。なのでそうなんですね。そのいわゆる蜷川さんのお芝居も見たことないです僕。あのね、時々ね、昔の水戸黄門とかにね、へえ、なんか弱いなんか町人みたいなやつで出てくるんだけど、うんうん、もう下手なのよ。もう自意識の塊で。なるほど。で、その師匠がさ、時々さ、芝居をさ、お前こんな風にやるんだよってやるんだけど、うん、それがもう著しく下手なのね。それを見てるから、で、その師匠から教わったから、だからなんだろう、その、師匠になんか演技を学んでないんだよね。なるほど、そっか。うん、じゃあ、その、コピーみたいなことはやれないわけですね。そうそう。自分で考えるしかないって言われたことは。そうそうそう。その時主役やってたのが平見喜次郎さんで、平さんの真似はやってたの。なるほど。その時は学生の時ですか？大学の時ですか？俺大学すぐ辞めて、稲川スタジオっていうところに入った頃だから。そうか、そうか。23、4、5とかの頃かな。うん。だから、うん、なんかね、いいな、そうやって誰かほら、その、細野さんみたいにさ、うんうんうん、何かこう、この人に憧れて、こう、なんかなりたいとかっていうのが、あればさ、なんか、指針があるなと思って、そうですね、いいなと思うんですよ。でもなんか僕の場合はその高校生の時に、細野さんも松尾さんも知って、うん、すごいね、細野さんと松尾さん。はい。ちょっとなんか。だから、本当に友達いなかったです。誰も知らないから、みんな。で、いや、その当時の高校生は、わかるわかる、その細野さんもいわゆるその細部みたいなのの全然前でしたし、うん、あとはその松尾さんのことも知ってる人はいなかったんで、当時は。大人計画なんてね。そう、まだテレビに全然出る前なんで、衝撃場界では有名でしたけど、うん、だからなんかその、でも目指そうと思うけど、どうやってもなれない二人なんですよ。いわゆる何ですかね、盗めないっていうか、うんうん、盗むとかじゃないみたいな、なんかなんて言えばいいですかね。オリジネーター、うんうんうん、すぎて。だからその、
早々にその、なろうと思うことを諦める二人だったんで、それはすごい良かったです。そういうのってさ、やっぱその、生き方だったりするの？その、音楽性だったり、演劇性だったり、どっちが、なんだろう、なりたいっていう、ベクトルが向くの？でも作、どっちかというと作品。作品なんだ。ですね。こういう作品を残したい。だから、細野さんだったらそういう音楽をやりたい。松尾さんだったら。芝居とか、あとエッセイとかっていうのを、いや、すごい素敵だ。こうなりたいって一生思うんですけど、なんか自分でやればやるほど、そうならないってことがわかるっていうか、で、そうなっちゃダメだっていうことがわかるようなタイプの人っていうか。でもさ、それはでもわかる。二永井さんっていうのも、やっぱりその、生き方というか、そういうところでの方程式はすごい、ものすごく、いいもん教えてもらったなって気がするんだけど、じゃあ逆にさ、星野くんが演者として、役者としてとかっていうのはある？ああ、なんだろう。お芝居の演技みたいなことですか？演技っていうか、まあ、この人の、なんかこう、芝居の組み立て方ってすごいなとか。僕、そうっすね、工藤さんのお芝居が大好きなんです、僕。ああ、やっぱ自分の劇団のっていうか、そうですね。工藤さんのお芝居って多分誰もできないと思うんですよ。あのお芝居の仕方って。立ち方っていうんですかね。なんて言えばいいんでしょう。だからその、いわゆる演劇的な基礎をやってる人じゃないですし、いわゆるその演出もしながら演技する人じゃないですか。だからそこはずるいんだよね。みんなさ、みんなずるいんだよ。なんか、ほら他のこともできるけども、なんか、立ってますみたいなさ、そういう立ち方って、独特な立ち方って、もう細野さんもそうですよね。その細野さんも音楽を、いわゆるそのプロデュースもできるし、プロデュースしてる人だけど歌うじゃないですか。その細野さんしかない歌であって、いわゆる歌手じゃないっていう。でそれ僕もそうなので、僕もそうありたいので、歌手じゃないから僕は。だからなんか音楽を作りたい人なので。だからなんかその独特さみたいなのはなんかやっぱすごく憧れるというかなんというか、それの魅力がやっぱ好きっすね。まあまさに今の星野くんがやってることがまずそこなんだけどね。そこにやっぱり。そうですね。なんかそうなってます、ね。そういう立脚点があるっていうのが、ああ、やっぱ羨ましいし、そういう人の立ち方の強さっていうのがやっぱあるなとは思うんですよね。そうですね。でも松井さんの芝居を見てると、なんか本当に、なんて言うんだろう、こう、まあ本当に、それ今まで話してきた人もと同じなんですけど、松重さんはいわゆる役者のみというか、のお仕事じゃないですか、そのいわゆる演出もやってみたいなことじゃないけど、なのに、その松重さんしかできない立ち方をされてて、その、それが他の役者さんにはない要素だと思うんですよ。やっぱりなんかその、学びからスタートしてる人とか、あとは、先輩後輩の流れからスタートしてる人とかすごい多いので、でそういう人たちってやっぱ何かその、その人しかできないというよりも、方法の中でこう、表現していく人って多いと思うんですけど、やっぱその、ご自身の人間で立ってる部分もやっぱあって、それはちょっと他にない立ち方なんだと思うんですよね。いや、長いことやってるだけですよ、本当に。長いことたまたまやってたんでね、そういうふうに見える時もあるかもしれないっていうぐらいですよ。本当ないですよ。それが僕は大好きなんで、しかもその、まあ、前も話しましたけど、その、無になったり、っていうことが目標であるというのが、やっぱそこなのかなっていう感じがしますね。何者にもならないようにしようと思ってるだけですけどね。素晴らしいですね。いやいや、そんなこんなに話が進むとは思ってませんでした、僕も。もうこのままずっと話すっていうのも面白いです、ね。いや、もう話すの、もう音楽のなんか話をする。これもう第2部の人たちにちょっと今回やめてもらう一応これでもう延長戦 で、じゃあクリーピーナッツの2人にはやめてもらおうかって言いつつね。5時以降はどこかの居酒屋でも何でも書いてやることはやぶさかではないと言っておきます。じゃあ今日4時間収録って感じですかね。ですかね、うまくエッセンスを編集していただいてね。いいですね。なんかちょっとお芝居のお話も。じゃあちょっとこの方に影響を受けたという方はいないということですね。いないですね。残念ながら。こう各所でいろんな人にこう会って触れていったという。星野源にも影響を受けましたよ、僕は。本当ですか？そりゃそうですよ。
そりゃそうですよ。もう引っ越し大名の時にも、やっぱ盗んでますからね、いろんなことね。よそでこのテクニックを出そうと、ね。そういうところはね。すごい。なんか嬉しいですよ、それ。いやもう、それはね、本当に自分の、中にこう全部ストックしていくんです。すごいな、意地の汚い俳優なんでね。僕は引越し大名の時に本当に好きだったのが、いわゆる、オランさんで高田美月ちゃんの子供の役の子がいたじゃないですか。うん、その子が淡路島の砂浜の撮影の時に、うん、なんか寿司を急に握り出したの覚えてます？ちっちゃい子が。なんかやってたね。トローとか言って、その、うん、なんか、何頼みますかみたいな言われて、じゃあ、マグロください。わかりましたみたいな。やってた。かわいい子ね。そう、かわいい子。で、松井さんもそこで注文して。ああ、和んだね。そう。殺伐とした雰囲気。和んだね。あまりに過酷すぎてね。和んだ、和んだ。大変だった。もう淡路島嫌な思い出しかない。いやいや、今だから言えますよ、それね。ねえ、さあさあ。本当に大変でしたね。何回も行かされたもんね。ねえ。本当は1日と2日で終わるはずだったんですけどね。もう何日も何日もね、大変でしたね。そうです、そうです。そのね、大変な中、寿司を握って、エア寿司をね、握って、その寿司をこう、松木さん頼んだ、何だったか忘れたけど、うん、味だったかな、うん、わかんないけど、忘れたけど、頼んでこう食べるわけですよ。エアーでね。ああ、エア食べね。それがあまりにもうまそうで、その寿司が。見えないのに、うん。ちょっともう一回見せてくださいって言ったら、いや、企業秘密なんでって断られたのが、僕はもう、この技術は企業秘密なんでっていう。もうね、往年の落語家のような風情、ね。いや、もう本当に。蕎麦が見えたみたいな感じでね。いや、本当です、本当です。麺が見えたみたいなね。いや、ネタが見えましたよ。寿司が見えましたよ。ありがとうございます。いや、その、あれですよね、じゃあついでに、年末の話、年末でしたっけ、スペシャルやるの。お、スペシャルやりますね。孤独のグルメ。はい、孤独のグルメ年末スペシャル。何日でしたっけ ?31。もう今年はね、生放送ができなくなっちゃって。あ、そっかそっか。そうなんですよ。だから生放送できないからね。星野くんあれまた紅白？紅白です。ほら。なんかコラボしたかったんだよね。そうですよね。なんかそれ、もう前から言ってましたもんね。なんかね、もうほんとそれだったらね、ただほら、紅白で何時に出てくるかわからないから、そうなんですよ。そこのほら、紅白で使う小道具を、どこかから、井の頭五郎が発注して、これを届けるっていうか、ねね、そう、そういうのやりたいっすよね。ね、やりたいっすよね。よし、ぜひ、来年は、来年。まあ、ぜひね、そういう企画をしましょう。いいね、それいいですよね、うん。今回はでもね、年末も面白いこと考えてますから、ぜひ、ね、ご視聴くださいぜひぜひ。うん、ね。紅白と、スイッチしてね。スイッチしてね。2画面でね。いいですね。じゃあちょっと一曲、かけましょうかね。来て。僕の。何ですか？じゃあ僕のリクエスト曲、リクエストっていうか僕がかける曲ですね。はいはいはい。どうする？じゃあスタッフっていうバンドが、うん、昔の？昔の、うん、松毛さんはもう今の曲をかけてくれるんで、僕はじゃあちょっと前の曲をかけようかなと、うん、スタッフって中途半端なバンドだよね。いわゆるさ、何が中途半端なんですか？なのでフュージョンでもないしさ、なんかこう、うん、イージーリスニングでもないし、なんかこう、そうですね、ものすごくチューブラリのとなんで、なんでスタッフなのっていう感じでさ。確かに。でも好き。でもスタッフのスタッフじゃないんだと思うんですよ、ね。そうそうそう。なんか、言うか、って、そうそうそう、ね。なんか違う、綴りが一個違うんだよね。そうだ、そのライブ版がありまして。うん。モントルのフェスティバルの中だったと思うんですけど、うん、それの、一曲。で、僕ハローソングって曲がありまして、その曲は、アレンジも含めて、この曲のちょっとオマージュがちょっと入っているという。へぇ、はい。なんで、これぜひ聞いてください。スタッフで、スタッフズスタッフライブです。お送りしたのは、激しい。素晴らしいですね。素晴らしいですね。スタッフズスタッフでした。このね、リチャード T のピアノソロが大好きでですね。そうなんです。こういうのが今響きますか？もう大好きですね。なんか僕がそのちっちゃい頃、いわゆるこう、両親がジャズ好きだったんで、うん、ジャズフェスティバルの映像とかビデオとかいっぱいあったんですよ。で、なんかそれでよく流れてたので、なんかこういう、まあ、いわゆるフュージョンも含め、なんかいろいろこう、まあいろんな音楽混ざってると思うんですけど、スタッフは。なんだろう、昔さ、フュージョンとかさ、こういうのって、
バカにされてたじゃん、なんか、ジャズの人からもなんかさ。ああ、なんか、その、いわゆるモダンジャズじゃないみたいなのもありましたね。ロックの人からも、フュージョンじゃんみたいなさ、うん、なんか。ありましたね。なんかさ、うんうん、なんか、日の目を見ない人たちだなと思ったんだけど、うん、いい曲いっぱいあるんだよね。いっぱいありますね。フュージョンとかってね。かっこいいし、技術すごいしみたいな。うん、ああ。だからなんか、そういうのをこう、聞くのもまたいいなっていう感じですね。ありがとうございました。じゃあちょっと引き続き、今日は番組最後まで、星野源と増井豊、この二人で音楽をかけていきたいと思います。はい、星野源のオールナイトニッポン。本日の星野源のオールナイトニッポンはスペシャルゲストに松重豊さんをお迎えしてお送りしております。はい、2時になったの？よろしくお願いします。もう2時になりました。あら、もうすぐ2時です。もうすぐ2時なの？あら、早いですね、時間過ぎんの。もう時間ね、どんどん過ぎちゃうから、どんどん行こう。じゃあ松重さんかけて、僕かけたんで、うん、次は松重さんの曲をかけてみましょう。じゃあね、次の声だ。あ、はい、女子だね。女子、うん、やっぱまたロサンゼルスだな。ロサンゼルスはどんどんいい子が出てくるね。面白い人多いっすよね。うん。この人ね、白人なんですけどね。白人のネオソウルシンガーという、割と若いんですけども、素晴らしい、うん。この曲好きなんでね、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。うん、ラクエル・ロドリゲス、うん。ラケル・ロドリゲスさんの Don't Be Afraid。めちゃくちゃいいっすね。ラクエル・ロドリゲス。Don't be afraid。 いやーい。っていうか、なんか、なんすかね、この、余裕ね。でも流れ的に今日、LA なんすかね、ヒップホップからね、うんうん、フュージョン行って、これでネオソウルという、ね、うんうん、いい流れですね、深夜に。素晴らしいもん、ね。まったりした時間がこう流れて。余裕？いいっすね。なんかその、LA の空気感とかもあるんですかね。なんかそう、こういう曲ってなかなか日本では生まれないじゃないですか。行ったことないのよ。LA って、もう何度もさ、ロサンゼルスいいいいっつってるけど、行ったことないのよ。行きましょうよ、今度一緒に。連れてってよ。なんか、英語も喋れない、ただのファンですみたいな感じでさ、何にも役立たないけど、写真だけ撮るよ。あ、いいっすね。
カメラマンとして一緒に。カメラマンとしてね。うん。それでいいですね。いいの、やっぱロサンゼルスの空気感。僕も一回しか行った。あ、じゃあ、二回行ったか。二回しかないですけど。二回行きゃ十分ですよ。LA。気持ちいいですね。何が気持ちいいの？やっぱ、そういう音楽が育まれていく環境があるの、その。なんか、その、すごい、普通のことだと思うんですけど、その、うん、まあ、道路広い、あの、土地広い、で、あの、なんか、どこ行くにもすごい時間かかるんですよ。なんていうか、あの、車乗って、あそこ行こうっつったら、車乗って今ちょっと遠かったりとか、時間かかったりとか、うん、なんか、あと、渋滞もあるし、なんか、あの、結構時間かかるんですよ、それぞれ。うん、ビーチ行くにもかかるし、みたいな。だから、なんかその、なんていうんですかね。ギュッとなってないっていうか。ギュッとなってないところに、そういう音楽をやるようなところが散りばめられてんの？どうなんですかね。だから、それの、いわゆる僕が行ったのは、なんだろう。その、ホテルと、うん、ビーチと、あとちょっとしたご飯ととかしかないんで、スタジオとかは行けなかったんですよ。だから、どういう風にこの音楽が生まれてるのかわかんないんですけど。ロスカー次々出てこない？そうなんですよ。ロスカー、サウスロンドンかっていうぐらい、うん、なんかすごいよね。フライングロータス一杯みたいな。なんか暇なんじゃない？暇なんじゃねえかなっていう。暇思いました。いや、なんかニューヨークはやっぱりこう、夢を叶えなきゃみたいな感じがやっぱあるんですよ、街に。うん、こう、急いで歩かなきゃみたいな感じはすごいあるんですけど、いや、みんなのんびりしてるんですよ、LA の人って。ぼんやりしてるんですよ、ね。東京もそうなんねえかな。なんかそうなってほしいっすよね。もうね、なんかね、アクセクするのも嫌だしね、もうダラッと。そうなんですよ、ダラッとしたいっすよね。東京ってなんかダラッとしてていいっすよって言われてみたいよね。そうっすね。全然ダラッとしないじゃん、日本人。なんかその、それの良さもあるとはもちろん思うんですけど、せこせこするっていうか、あの、なんだろう、いろいろ忙しい楽しさみたいな全然あると思うんですけど、なんかね、もうちょっと夢がありたいですよね。なんかその、忙しさに対して夢があんまないから、最近。いや、結局、東京昔、その、ロンドン行った時も、イギリス経済がもうボロボロになって、30年ぐらい前だけど、でもあの国、要するにボロボロになってもやっぱ、いい音楽作ってるぜとか、いいお芝居やってるぜってプライドがあって、文化をやっぱり自分たちの国のプライドにしてる国って、強えなと思ったんですよ。経済ズタズタでもね。日本ってさ、もうそろそろアジアの中でももう、3番手4番手ぐらいになっててさ、そういう中でさ、何をプライドとして持っていくかって言って、どうするって。でも、世界中がさ、日本の音楽すごいよとかさ、なんかカタカナ面白いとかさ、興味持ってくれてるんだったら、それを、なんか誇りになんか出せるようなさ、なんかこう、文化を出せよ、ゆるく。ね。なんか、やっぱその日本ってその自分に自信を持てないように教育されてるじゃないですか。だから、それももちろんあるとは思うんですけど、なんかその、80年代の終わり頃にあったような、なんかその、いわゆるメインカルチャーと、その、そうじゃない、もう、今はもう言葉自体がなくなりましたけど、サブカルチャーっていうものの、なんかその、サブカルチャーの方が世界に割とこう、つながってて、で、それのプライドがみんなあったじゃないですか、なんかそのあたりの。なんかそういうのも今ないし。今サブカルチャーって言葉もなくなったの？ないですよね、もう今。そうなんだ。もはや松尾鈴木さんが国運の芸術監督になった時点で、サブカルチャーってものは本当になくなったのかもしれないなと思うよね。そうですね。で、あの、でも、多分唯一多分残ってるのは、山下達郎さんが言うサブカルチャーって言葉は、本当の意味のサブカルチャーなので、いわゆるあの、なんだろう、ちょっとこう、10年ぐらい前とかに蔓延したような、サブカルみたいな軽い意味のない言葉じゃなくて、あの、サブカルチャーっていう、その、なんか、その歴史の中の、こう、プライドを感じる、サブカルチャーって言葉は、たまにその、山下達郎さんが、その、ラジオとかでおっしゃるんですけど、なんかそこの中には残ってるんですけどね。それもやっぱ昔の音楽の話をするときなんですけど、どちらかというと、今ではなくて、今だどうしてももう、インターネットがちゃんと普及して、個人の時代だと思うので、メインサブじゃなくて、個人が、好きかどうかっていう、そういう時代だと思うので。そういう人たちが世界中にこうアンテナ張り巡らしてさ、発信してるし聞こうとしてるっていうさ、そういう土壌はすごく出来上がってるからね。そうですね。さあこれからっていう感じなのかな、東京も。これやっぱり僕もそのワールドツアーを初めてやって、まだ途中ですけど、
なんかそのやっぱ届いてる感じっていうのがすごくあるんですよね。どこ行っても、うん。だからそれはやっぱ、いわゆるそのサブスクリプションっていうものができる前は、なかったんだろうなと思います。結局そう、だってアップルミュージックにしても、スポティファイとかにしても、そうやって発信し始めたのって今年でしょ ?2019 年からでしょ僕はそうです。2019年からでもやっぱそれだけバーっていう勢いでさ、うんうん、ワールドツアーを成功させるまでに なるわけじゃない、うんうんうん。それがやっぱり、その、やっぱ後に続けというか、そういう流れを、こう、日本の若い人たちも、まあ、やってる人いっぱいいるね。もちろんね、もちろんやってる人いっぱいいると思うんですけど、うん。ますますね、そういう流れをこう、加速させていただきたいもんですね。私一音楽ファンとしてね。うん、うん。うん。そうやって、そのほら、日米合作とか、日英合作のバンドですとかさ、そういうなんか流れがいっぱい出てくると、面白いな。ボーダーラインみたいなのがないのが楽しいですよね。会ったことないけど、同じグループなんですみたいな人たちもあり得るわけじゃん、今なんか。そうですね、ありたらさ。なんかありそうですね。ね、あ、実際あるんですか、そういうの。なんかね、この間来たのね、女の子なんだけど、バンド名っていうか、まあ一緒に楽曲作ってんだけど、会ったことないんですよ。ああ、いいですね。だからこういうデータのやり取りで、やり取りするっていうのは、うん、俺も意味わからないんだけど、うん、そういうことでやっぱりやり始めてるんだよね。だから、それがもう、ちょこっと英語で喋れれば、外国のミュージシャンともできるわけだから、あ、これはじゃあ音楽ファンとしてはすごい楽しみだなって。そうですね。いろいろ広がりますね、うん。面白い。じゃあちょっと僕の曲を、僕の曲っていうか、ネクスト。僕が選曲した曲を、うん、古いやつですか？あ、これでもね、うん、これは今年です。今年。はい。僕、この間、ロッキンオンという雑誌のあのジャパンじゃない方、洋楽の方のロッキンオン。渋谷雄一さんのロッキンオン。はい。で、いわゆるあの単独での取材は初めてだったんですけど、いわゆる海外のあれで、だから普通ね、日本のアーティストの取材ってないんですけど、いわゆるその今年のなんかベストを選ぶみたいな、で洋楽の中でのベストを選ぶみたいなのをちょっとやったんですけど、その中で、僕、普段あんまそういうの言わないんですけど、うん、なんかお会いいただいたんで面白そうだなと思って、うん、ちょっと喋ってる中の一枚なんですけど、ホイットニーというバンドがいまして、うん、ヒューストンじゃないんだ。ヒューストンじゃないんです。ホイットニー。エンダーじゃないです。へぇ、はい、ホイットニーというバンドで、アメリカのバンドなんですけど、うん、バンドなの？バンドです。で、そのホイットニーの、ちょっとこの曲を聴いてみましょう。まずじゃあ聴くのでもいいですか？話す前に。うん、聴こう。じゃあ一緒に聴きましょう、うん。僕はもう本当に大好きなアルバムで、今年、まあ1位というか、もうぶっちぎりって感じで、もうこんなアルバムに、今会えるとはっていう感じでした。本当に感動したし、うん、こんなに大、なんか大、なんかもう大事なものを、だからもう本当は言いたくないっていう人に。言っちゃっていいのかな、こんな、もう公共放送で、公共的な放送で。曲もかけたくないし、本当誰にも言いたくないんですけど、でも、うん、ちょっとあまりにも知ってる人がいないので、マジで？なんかちょっと共有っていうか、こういう素晴らしい音楽があるよというのをちょっと聞いてほしくて。共有させてください。はい。それでは、ホイットニーで、Before I Know It。お送りしたのは、ホイットニーで、Before I Know It でした。どういう人たち？もう素晴らしいでしょう？どういう人たち？シカゴの、シカゴ出身の人みたいですね。へぇ、二人組の、なんかまあ、デュオ、でもバンドって書いてありましたね、調べたら。そう。ドラム叩きながら歌ってるんですよ、これ。だからでもそのライブだともうちょっとなんかアグレッシブっていうか、だからこの感じはライブだとちょっとまた違うんですけど。少数派の匂いはするよね、なんかね。すごい少数派の匂いはするし。なんか、うん、本当に他に例えようがない。そうですね。曲のなんか、感じとか。うん、これ、星野くんと一緒になんか、うん、ユニットでなんかやってもなんかいい感じで、そうですね。なんかコラボレーションできそうな感じがするんだよな。なんか僕はその高校生の時に、細野さんの音楽と出会って、うん、で、最初は細野さんのソロからだったんですけど、その後に、
ハッピーエンドを知って、うん、で、その後 YM を知ったりとかってあったんですけど、うん、なんかその、ハッピーエンドが日本でやろうとしたことみたいなものの延長線上にこれある気がするんですよね。で、その中で、だからそれがいわゆるハッピーエンドの人たちがやろうとしたことって、対アメリカに対して、うん、その日本の情緒っていうものを入れつつ、うん、でもその、なんだろう、こう、アメリカってものをこう、なんていうの、最終的にはこう、去っていくっていうストーリーじゃないですか。さよならアメリカっていう、うん、さよなら日本っていうのを。だからでもその、なんていうか、距離感が独特の距離感があって、うん、でもその中にノスタルジーもあるんだけど、うん、ちょっとこうクレバーな視点みたいなのもあって、うん、で、なんかその感じが、このホイットリーのアルバムにある気がするっていうか。これでもさ、その日本的なさ、ノスタルジーって感じるんだけど、うん、そうなんですよ。だからそれが、俺だからホイットリーの、ハッピーエンド好きなんじゃないかなっていう感じがする。そうなの？わかんないです。でもそれがわかんないんですけど、日本人の音楽っていうのをもしかしたら、知ってるかもしれないなっていう感じするよね。思ったんですよ。だからそれが本当かどうかはわからないけど、でもいわゆるなんて言えばいいんだろうな、ジム・オルクさんとか、うんうんうん、そのジムさん何回かお会いして話したことがあるんですけど、なんかジムさんも日本大好きで、うん、ずっと日本に今いるんですけど、うん、なんかそのジムさんがやってた音楽にもやっぱりこうつながりがある気がするし、うんうんうん、だからなんかその感じが日本のなんかこう繋がるみたいなのはあって、だからこのホイットニーはそのツアーするんですけど、そのいわゆるオープニングアクトがチャイなんですよ。へぇー。日本のバンド、僕の友達のバンドなんですけど、なんかそれも含めて超楽しみっていうか、へぇー。そうだ、チャイとホイットニーのツアーとか超良さそうと思って。はぁー。なんかそういうのも含めて、何かがこう、繋がっている感覚みたいなのがあって。うん、なんか、感動したんですよ。その、オリジンっていうか、その、今の、聞いた感じだと、うん、聞いたことある感がどうしてもやっぱり、あるから、うんうんうん、なんだろう、日本のその、ハッピーエンドかどうかはわからないけども、うんうんうん、そういう、日本のロックとかそういうものって、なんかこう、今、いろんな人がこう、聞き始めてる感じも、どっかにあるのかな。そうですね。いわゆる、達郎さんのとかもそうですね。マリアさんもそうですしね。うん、なんかその感じもあって。うん、感動したんですよ、このアルバム聞いた時。これ今危険だっていう。これは2019年ってことですね。9年です、今年です。今年のアルバムですね。ホイットニー。これはもしかするとこうね、今日境に、すごいことになる。やもしれず。ならないかもしれず。やもしです、ね。マニアックに、お聞きしてます。どうしてもマニアックすぎてね。聞いてる人置いていかないようにしなきゃいけないなと思いながらも。いや、置いていきましょう。置いていくか。いいんですよ。じゃあね。好きなことを。じゃあね。そう、だから好きな音楽を好きなように語るっていうのはやっぱみんな、なんていうの、置いてかれないんですよ、逆に。多分。そうか。そうそう。うん。だからなんか、人が楽しそうに喋ってるのって見てたくなるじゃないですか。うん。うん、そうだ。見てたくなるんだ。ね、聞きたく、うん、聞き続けたくなるんだ。そうそう、そういうことだよ。うん。そうですね。うん、じゃあ、一回 CM に行きましょう。この後ちょっとまた松井さんへの質問などを読んでいきたいと思います。質問されると言ってね。うん、三四郎のオールナイトニッポンスペシャルウィークの放送は僕、相田の家で相方の小宮くんとクリスマスパーティーをします。家賃、ゲロ高の物件。七面鳥も焼いちゃうよ。やったーやったー、楽しみすぎて眠れません。放送は12月13日金曜深夜1時から。てん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 てれれんてんてれれれれんてーん。オードリーのオールナイトニッポンにパンサーの3人が登場。カン君、向井君、尾形、春日さん、同じお笑い第6世代ですよ。共に戦おうや。放送は12月14日土曜深夜1時から。サンキュー。春日は潜水第3世代。はい、星野源のオールナイトニッポン、本日はスペシャルゲストに松井豊さんをお迎えしてお送りしております、はい、すいません、ダラダラと申し訳ない、もうダラダラと喋ってしまってね。そんなことございません。どんどん時間が過ぎていきます。本当は本当はっていうか、この後ね、いわゆるこうスタッフによるコーナーがあるんですけど、う
あの、なくしたいぐらいです。なんで正直。やろうよ、それ。何をやる？やらない。マシゲさんがいる前でやる？そう。いや、やってよ。そういう、なんか、俺が、なんか楽しむことも やってください。僕らの話だけしてもさ、皆さん楽しむ。こうやってほら、こう、なんかこういうとこにいてくれることだけでもありがたいよね。そうですね。うん、いろんなこと調べてくれるしね。笑ってくれるしね。うん、そうですね。笑ってくれるし、ありがたい、ありがたい。嬉しいな。ほら、いい笑い。じゃあ、ちょっと質問させていただきます。あ、私に？はい。はい、愛知県、ラジオネーム、ゴンちゃん。ゴンちゃん。お二人が音楽を聴くときのお供はありますか？お供？これは食べるとかってことですか？なんか飲むとか。お酒飲みながら聴きますかとかってことですか、ね、ああ、お供。お供はないな。ないな。お供。ただ、いろんな状態で聞くから、うんうん、まあ、車運転しながらとか、うん、家で、まあ、料理作りながらとかも聞くし。いいですね。なんだろう。とにかく、うん。映画見たり、本読んだりは何かしながらってことはできないけども。そうですね。音楽は常にこう浴びることができるから、うんうんうん、だから、うん。うん、常に音が鳴ってる状態でいるっていうぐらいかな。うんうんうん。うん、いいですね。僕は結構あれです。掃除をしてるときに、あの、音楽聴くの楽しいですね。ああ。なんかちょっと、割と無心にはなるじゃないですか。掃除してるときって。うん。そこにこう音楽をずっとガンガン鳴らしながら、耳の中でっていうか、イヤホンで音楽を鳴らしながら掃除機かけたり。掃除好きなんだ。いや、好きって、じゃないっす。あ、そう。ものすごくだらしないんで、なるべく、したくないんです。したくないっていうか、なんて言えばいいんだろう。こうめんどくさくなっちゃうんですけど。うん。汚いの嫌なんで。汚いの嫌だよね。すごいです。だから、うん、潔癖まではいかないけど、ちゃんと しなきゃっていう気持ちにはなるんで。あ、う、あ、ん。ため、なんかもう、やなきゃって言って、やるなってなると、ギャーってやるんですよ。でもさ、音楽を作る人だけだって、たら、うん、結構そんなに音楽聴かないっていう人が今まで僕番組でゲストで来た人たちの中でも割と多かった、うんうん、そんなに浴びるほど聴かないっていう、藤田くんってさ演者でもあるしさ演者っていうかまあ役者でもあるしさ、うんうんうん、まあ SS とか、うんうん、いろんなものやってて音楽も一つのジャンルだから、うんうんうん、でもやっぱ聴く量見る量とかで行くと、うんうん、映画見る量とかの絶対量、うんうん、本読む量の絶対量とかすると、やっぱり比重としてはまんべんなく多いの。それとも、やっぱ音楽の方がやっぱ。音楽の方が多いかもしれないです。ああ、うん、まあそうだよね。音楽は単純にその、松江さんがさっきおっしゃったみたいに、移動しながら聴けるじゃないですか。うん、だからそれ、でも逆に移動じゃない時はそんな聴かないぐらいの感じはありますけど、うん、移動の時はよく聴いてます、ね。あのさ、聞きたいんだけど、うん初見っていうかさ、初めて聞いた曲で、これいいなって思う感覚っていうのは、やっぱそういう時でもこう、ビッと来る。ビッと来ます。イントロですね。もうイントロでビッと来ますね。はぁ、イントロ。イントロでビッと来て、イントロでビッと来て、その後つまんなかったことないっすね、もう。ほんと？はい。へぇ、昔、シンコさんともなんかそんな話をした覚えがありますけど、そう、針を乗せてイントロが鳴った瞬間に、良い曲かどうか分かるっていう。なんかそれはなんか、ありますね。へぇ。でもやっぱなんか、年を取るにつれて、まあ、若い時は、なんかそういう曲も知らないですし、うん、そういう感受性が豊かだから、うん、そういう機会っていっぱいあったんですけど、うん、やっぱだんだん減ってはきますね。うん、わぁ、みたいなのって。じゃあ例えば星野くんが曲作るときにイントロに注ぐ情熱ってやっぱそれだけやっぱ、うん、めちゃくちゃあります。あ、そういうもんなんだ。超注ぎますイントロ。へえ。あ、そういうのはやっぱ他人任せにする人はちょっとどうなんだろうなと思う、ね。いや、まあ、まあまあまあだからなんて言えばいいんでしょうその、うん、なんとも言えないけどその、そうなんかいや放送だから言えないことはあるよ。俺は時々そういうことを振っちゃってなんか困らせるかもしれないけどさ。大丈夫大丈夫。あるんだよ。うん。いや、だから、その、まあ、いろんな音楽のあり方はあると思うけど、うん、僕はそこまでやりたいので。イントロ第一主義だからね。うん、だから編曲も、やっぱ好きだっていうか、その編曲までが、その人の音楽だとは俺は思うんで。で、イントロって特にやっぱ編曲家の腕の見せ所だと思うんで。はあ、だから、いわゆる、シンガーソングライターって言ってても、その、
いわゆるこう編曲家の人が入ってると、うん、大体そのイントロは、その編曲家の人が考えることが多いわけですよね。で、曲の全体の雰囲気とかも編曲家の人がやっぱ決めるから、うん、それって、なんかシンガーソングライターっていうイメージの印象と実際に流れてる音の編曲家さんが担ってる割合のイメージと全然違う気がするんですよね。うんうん、編曲ってその曲の半分ぐらいを占めてる気がするので、やっぱり。だから、僕はシンガーソングライターと名乗るなら、まあ、そこまではやりたいっていうのはずっとやってきたんですけどね。うん、で、なんかその中で、今までやってなかったその、違う人と一緒にやるとか、うん、違う自分のフィルターを通すっていうことを、ものすごく頑張ってやってきましたけど、うん、今までやってなかったから、誰かのフィルターに飛び込むとか、うん、なんか自分以外の世界を知ったり、自分の以外の世界を勉強するっていうのを、初めてちゃんとやりたいと思って、で作ったのがこの間のセイムシングっていう EP だったんですよ。だからスバーガニズムのみんなの胸に飛び込む、トミッシュの胸に飛び込む、バンビークの胸に飛び込むっていう、うん、いい流れです ね, ね。そういう飛び込む、飛び込む側の度量が必要なんですよね。それはね。そうだから、そのやっぱそういうことになったことがないから、うん、やっぱそういう気持ちも知りたいじゃないですか。うん、じゃあちょっとこの流れでもエイントノバディノを聞いていいですか。行きましょうか。ね、あの。うん、あの、いわゆるあの、松茂さんに、あの、リリックビデオに出ていただいた。恥ずかしくてね、ああいうのね。ありがとうございます。なんかね、本当に恥ずかしいんで。あれ、あの、この曲はあの、トーメッシュと一緒に作ったんですけど、うん、このラジオに松茂さん出ていただいたときに、あの、そうですね、トーメッシュを僕がかけたときに、はいはい、あれ僕ですよね、多分。レコードかけたんで。レコード持ってきてくれたんだよ。ね、あ、トーメッシュだって言って。そうそうそう、うん、でロンドンの星野源だ。ロンドンの星野源だって、名言が。言っちゃったもんだからね。松木さんの名言があって。いやいや、もう本当に。で、確かその後に、トム・ミッシュと対談する機会があって。そうそうそう。その前に、僕のラジオにトム・ミッシュが来てくれたり、うん、そうそうそう、なんかそういう流れの中だったんで。そう、ちょうど、そのトムと僕が対談する前日かなんかに、松木さんのラジオにも出てて、そうそうそう、うん、で、そこで僕は友達になって、で、それがきっかけで、エントノーバディノーになったんですよね。そうなんですよ。そう。で、あの、だからなんか僕が今までやってきた音楽性と、トムの音楽性の、なんかこう、重なる部分みたいなのがすごくあるじゃないですか。うん、なんかそれが、エントノーバディノーはちょうどこう、割と五分五分ぐらいになったなっていうのは、曲を作って、まあ、胸に飛び込んだ部分はあるけど、うん、こっちで担ったこともすごくいっぱいあるので、うんうんうん、いわゆる構成とかも自分でやったので、これに関しては。だからなんか、すごく面白いなっていう体験でした、ね。トム君もいろんなことができる人だからね。すごいですよね。だから本当に。やっぱいろんなことができる、その、ね、外国の、そういう面白いミュージシャン、うんうん、若いけどね、うんうん。そういうのとね、やっぱ、共作っていうのは本当に羨ましいですね。うん、楽しかったです。聞いてみましょう。聞いてみましょう。うん、星野源で、Ain't Nobody Know。このね。ごめんごめん。松木さん、今。今のは電波乗ってなかったので。乗ってなかった？はい。うん。もう一回、もう一回。いやいや、こういう、やっぱさ、いい、こう、出会いと、うん、やっぱりいい、この出会いに伴う、この、うん、作品っていうのは、うん、どんどんやってほしいですし、やっぱそういう流れをこう、引っ張っていってもらいたいですね、星野さんにはね。ぜひとも。ありがとうございます。どんどんやって、もう、あの、なんか、面白そうなミュージシャンは、どんどんもう、僕もあの、もし知ってる限りのことがあれば、もう、あの、あれしますし。ありがとうございます。いや、僕もそんな大したあれじゃないですけど。いやいやいや。ただの音楽ファンとしてね。もう、どんどんやってほしい。またほら、いろいろいるでしょ、この人とやりたいと、あの人とやりたいと。そうですね、ありますね。やってよ。ここでは言えないけど。いろいろね。いや、でもちょっとじゃあ、もしやる。やってる際は、松井さんに必ず連絡して。いやいや、もう、そしてもう、プロモーションで日本に来た時には、FM 横浜にも来てもらって、ね。そうですね。ぜひぜひ、やっていただきたいと思います。そう、曲中でちょっと話しちゃったんであれなんですけど、うん、どういう風に作ってんのって、松木さんから質問されて、うん。そうそう。やっぱこうイントロとかさ、うんうん、イントロすべてって言ってた、うんうん、その流れからいくと。そう。だからあの、トムからもらったのは基本的にイントロの部分しかない、ないんです。なくて、うん。だからコードと、いわゆるイントロのフレーズと、うん、あとビートとベースだけがあったんで、それを、分解、それぞれで分解して、こう増やして、
で、A メロ、B メロを僕がメロディー、だから、基本的に全部同じ、そのイントロのループだけなんです、この曲って。そこから、要するに、インスパイアされて、メロディーを出して、そのメロディーが、あの、レンレンデレレンって始まる、うん、ああいうところももう、自分で考えるわけ？それは僕が考えて、あらあら、で、その、A メロと B メロ作って、うん、で、その、構成でこう作ると。で、なんでその中でギターを入れる入れない、あの、コードを出す出さない、ベースだけとビートだけにする、うん、で、そういうのも構成を一応こう作って、で、トムにこういう構成にしたいんだけど、メロディーにしたよって言って送って、うんうんうん、送って。分かったって言って、うん、OK って言って、で、その中で、いわゆるその、ずっとワンループなんで、うん、ワンループね。同じものがこうぐるぐる回ってる感じがする。で、あの、メロディーが、今でも、今サビになるとメロディーは変わるわけじゃないですか。うんうんうん、で、そこで、このワンループで、別にこのコードでもいいんだけど、このサビのところで、ここに、このコードじゃないコードに行ったらいいなと思ってる箇所があったんですよ。はあ、はあ、はあ、奪えないさーのさーのコードとか、うん。そしたら見事にそこをトムが変えて、帰ってきたんですよ。来たと思って。そこは多分もう。最高と思いました、もう。変態の波長が、もう日英をこう、繋いだのね。そうですね。変態のその、変態のね、こう、変調具合っていうのがね。ガッツポーズしました。来たどうもありがとうみたいな。ここでね、言わなかったんで。時間も全然なかったから。だからなんか、そうですね。で、それで。そういうのがなんか、合うって気持ちいいんだよね。だから言葉が通じ合うとかよりも、いや、このセンス絶対分かってもらえるし、分かってもらえたし、あ、ここでちゃんとこう、こういう答えを出してくるんだなっていう、うんうんうん、それがもう、なんか、もう言語を超えた、その、音楽変態のつながりっていうのが、羨ましいな。楽しかったですね。本当に。じゃあ、ますます、はい、そういう共作を続けていただきたいと思います。やっていこうと思います。うん、松井さんに向けて来て、カモン松井さんに向けてやっていこうと思います。カモンカモン、もう、うん、あの、私はもう本当に、星野源ファンとしてもね、一音楽ファンとしてもね、ずっと聴き続けたいと、見守っていきたいと、もう思っておりますけども、お時間がどん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 私の退出時間というものがどん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 迫ってるんですね、これね。そうなんです。あら、まあ、あの、最後にじゃあ松井さんの、うん、選曲を。俺の選曲でいく？もうこれ最後となると何にしようか迷っちゃうね。うん、どうしようかな。いっぱいね、今日もしてくれましたから。ね、だからあれですよ、もう、4時間やった方がいいですよね、だから本当は。そうだね、ぶち抜きでね。クリーミーなつじゃなくてね。うん、ぶち抜きで、あの、それこそニコ生とかでね、ずっと誰かに話してもらうとかっていうことだって、あり得るかもな、ね、みたいなのはありますけどもね。うんうんうん、どれ行こうかな。ニュージーランド行こうかな。アンド・モータル・オーケストラ、ニュージーランド出身、サイケポップです。いいですね。アンノウン・モータル・オーケストラで、ハニービー。お送りしたのは、アンノウン・モータル・オーケストラで、ハニービーでした。最高ですね。面白いでしょ？面白い。なんかね、変なバンドなんですよ。うん。いいですね。なんかね、今年もだから豊作でしたね。素晴らしいですね。いい曲いっぱい聴きました。ちょっとたくさん新しい曲を教えていただきありがとうございました。いやいや、もう恥ずかしい。残念ながら、お別れの時間でございます。うん、早い、はい、はいはい、ねえ。今日も本当にありがとうございました。ね、もう本当にね、あの、こうやってお呼びいただいて、うん、こうやって星野くんとね、まあ、楽しい音楽の話をね、こういうマニアックな、うん、誰が聞いてくれるのかわからないような話をね、聞いてくれるだけでありがたい。どうもありがとうございます。また呼んでくれる日を楽しみに、これから一年頑張っていきたいと思います。来年もよろしくお願いします。ぜひまた、またすぐ来てください。ツアー頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。今日のゲストは、本当にありがとうございます。松重豊さんでした。ありがとうございました。こんばんは、オールナイトニッポンの金曜日を担当している三四郎の相田修司です。小宮浩信です。現在オールナイトニッポンでは番組やリスナーに魅力を感じる企業と月替わりで手を組みコラボレーション企画を実施中。企業からの依頼を受け、リスナーのみんなが楽しめる喜んでもらえる企画コラボレートニッポンを平日の毎日この時間にお送りしています。今月担当させてもらっているのは僕たち、そしてそのコラボパートナーはジャルカード。そしていただいた依頼がこちら。ジャルカードの良さを多くの人に知ってほしい。この依頼を受けて番組ではこんなコーナーをお送りしています。
ビーフ or フィッシュ。海外旅行の際の機内食で CA さんから聞かれるビーフ or フィッシュのように、食事、宿、観光スポット巡りなどなど、旅には選択がつきものということで、我々がどちらにしようかと悩んでしまう旅にまつわる二択を送ってもらっています。では紹介していきましょう。大阪府ラジオネーム MVP の補欠。うん、旅館で着るならどっち、うん、A、家から持ってきた着慣れたパジャマ。B、旅行気分にはなるが少し動きにくい浴衣。うん。ああ。なるほど。まあね、浴衣絶対はだけるからね。うまく着れないもんね。そうね。うん。あでもまあ、パジャマ持っていく荷物になるもんな。どっちだろう。パジャマ持ってく？いや、まあでも持っていく人も中にはいるらしいよ。ああ、なるほど。それじゃないと寝れないみたいなね。うん、そう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 。ああ、うん、女子的なことか。うん。女子はそうか、持ってくか。うん。俺は、まあ、B かな。好きだしね。動きにくいというか、そんなのもう全く別に思ったことないけどね。旅館着いたら真っ先に来たよ。ああ、僕はでも、そうか。エアリズムだな。エアリズムで。エアリズムで。いやいや、C 出すな。いや、エアリズムで。そう、寝ちゃうから。ああ、なるほどね。あ、浴衣着ない派？ああ、いや、あのね、ホテルのさ、パジャマみたいなのあるじゃん。まあ、旅館行ったら、まあでも旅館気分になるから、まあ旅館、そうかな。むずいよね。そうそうそうだな。まあ、B かな。ああ、じゃあ B。アイロン B。俺も B。決まるもんだな、これ、意外と。B で帯を少し横に、つけます。足さないで、もう B でいいから。足していかなくていいから。今日メールを送ってくれたラジオネーム、MVP の補欠には、JAL オリジナルカレンダー、JAL 国際線シートの革を使ったオリジナルペンケース500円分の図書カード、小宮行く JAL カード版3種の神器を差し上げます。友達に自慢できるぞ！受付メールアドレスは jalcard@allnightnippon.com。 JAL カードのスペルは JALCARD です。コーナーの詳しい情報はオールナイトニッポンのホームページをご覧ください。たくさんのメールお待ちしております。 JAL カードプレゼンツコラボレート日本、ここまでのお相手は三四郎の相田修司と小宮浩信でした。星野源のオールナイトニッポン、寺坂直樹と宮森河原と野上大輝の生でガミガミ河原割りデラックス。皆さんこんばんは。星野源のオールナイトニッポン、構成作家の寺坂直樹です。サブ作家の宮森河原です。 AD の野上大輝です。今夜はなんとスタッフによる3つの箱番組が合体するんです。宮森くん、スペシャルウィークということで箱番組のスペシャルなんですね。豪華豪華。今夜はリスナーのあなたの2019年の反省をご紹介します。ガミガミとした反省をスパッと瓦で割って成仏させて素敵な2020年を過ごしましょう。それでは反省メールご紹介します。ご紹介ってなんだよ。神奈川県チェリーネーム永遠の虹さん。僕は好きな人ができると話すことができるのですが、告白をする勇気が出ないんです、うん、これはいつも反省していることなので、高校卒業までに告白できるよう切り替えたいです。まあ告白ねえ、僕もしたことないですけれども、恋愛10段だっけの河原割りの、あの宮森さんはどうですか。はい、これはもうチェストですね。チェストじゃあもうチェストなんだ。その人が運命の人ならいいんですけど、でもそうじゃなかった場合、うん、悩んでる間に本当の運命の人をスルーしてしまうかもしれないんで。なるほど、確かに。だから悩んでる暇があったら行った方がいいと思いますね。AD、戸上さんはどうですか？いや、まあ、確かに告白はした方がいいとは思うんですけど、流れるような流れ。僕も好きな人が今いるんですけど、ちょっと告白が、勇気が出なくて、告白できなくて、ちょっと困ってる。最近できたんですか？はい。ここ2週間ぐらい。何されてる方なんですか？美容関係のお仕事を。どちらにお住まいなんですか？一応、関西出身というか。あ、出身は関西。関西なんですね。はい、住んでるのがありますけど。じゃあ、そんな、野上さんと永遠の虹さんに歌を送りたいと思います。なんで歌う？ドリームスカムドゥーで大阪ラバーズ。今言えてなかった。ドリームスカムドゥーって言った。今に合ったよ。今に装置に行くよ。着くよ。
私もそっけないけど新大阪駅まで迎えに来てくれたあなたを見たらいい曲ですよ。いつも履いてるスウェット、なんでみんな歌えないの。今日も家へ超高価パンマク公園の太陽オクターブが高いんだよね。一人だけキーが違うんだよね。明日さたまにはいいじゃんそやなっていくの行かないの何のどこへ来てたって大阪弁は上手になれへんし楽しそうにしてたってあなた以外に連れはおれへんのよ近そうでまだ遠い大阪。どういう時間なんだ。僕明後日告白します。あ、もうこの音楽が流れてきたってことはもうお別れの時間ですね。なんだよ。採用された方には3人のサイン入り生写真を差し上げます。サイン入り生写真。来週はその作家宮森かわらの恋のお悩みかわらまりをお送りします、うん、メールはgen@allnightnippon.com gen@allnightnippon.com 懸命に宮森と書いてお送りください。これからも寺坂直樹の駆け込みデラックス、宮森かわらの恋のお悩み瓦割り、野上大輝の生でガミガミ行かせてをよろしくお願いします。寺坂直樹と宮森かわらと、なんだよ野上大輝オリジナルを作る生でガミガミ瓦割りデラックス。今年一番無駄な時間。星野源のオールナイトニッポン。この番組は JAL カード、種の滝、東芝三菱電機産業システム、エイブル、ブルボン、サミー、キャンメイク東京、JX 金属、誘拐遊戯、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ、星野源のオールナイトニッポン、エンディングのお時間です。この後3時からはクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロをお送りします。ヒプノシスマイク大阪ディビジョンドツイタレ本舗がゲストで登場、お楽しみに。さあ、今日の星野源のオールナイトニッポンは松井豊さんにゲストに来ていただきました。本当に松井さんありがとうございました。最高のね、音楽ととても深い会話ができたんじゃないでしょうか。これ本当に楽しかったですね。さて、おい、お前ら一言だけ言うぞ、下手くそ。なぜいつもより下手くそになるのか。いやー面白かったですよ。全員が揃いも揃って棒読みになるという。どうしたんですか今日は。どういう感じだったんですか進みは。いや、もうとにかく3人のグループラインを作りまして、はい、こういう風にしていこ う, っていう。やっとこの3人がちゃんとつながったんだね、はい、今まではね、はい、野上くんはちょっとハブにされていたけれども参加して、はい、うん、でもう練習して練習したんだね。大阪ラバーズも練習しまして全然できてない。初見の歌詞カードもそうですか、ね、申し訳ありませんでした。謝罪。こんないいトークの松井さん本当になければいいなと思ってました。いやそんなことないです、そんなことないです。やっぱこれを楽しみに1週間生きてきた人も多分いると思いますから。いやみんな待ってたし良かったんじゃないですか。3人の息が結構合ってたと思います。予想より合ってました僕は。あ、本当ですか。うん、こんなに合う、ちゃんと合わせようとしていることに感動。今回でまた心が一つになりました。よかったね、絆みたいなものがちょっと生まれたのかな。そ,、ね、まあ、それは良かったです、いかがでしたか宮森は。僕と寺坂さんは野上さんの振りのためにちゃんと歌わないといけなかったんですけど、うん、まず寺坂さんが歌いだし僕もちょっとタイミングが取れなくなり、それがもう今年一番の反省です。
んなさいのが。いや大丈夫だよ、ちゃんと大丈夫。その2人のがいい感じのこう階段となって言ってたからそれは、うん、野上君の気が高すぎるがぜん高かったんで大丈夫野上君はどうでしたか。いやでも僕もすごくあのもうこの歌をによって応援されたというか後押しされて、全然わからないんだけど告白をね、あ、そういうことか、あ、って意味で励まされて、はい、励まされましたし本当にするそう、はい、本当にします本当にするそう、あさって、はい、収録のあさってね。じゃあオンエアしてるときは怪我が出てるということですね。はい、あ、じゃあちょっと楽しみですね。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。失礼しました。ありがとうございました。よかったです。今年もいろいろありましたね。まだまだでも次のね、あの放送がありますから皆さんぜひ聞いてください。そんな感じ。じゃあ3人、あ、4人ね、名乗っていきますよ。星野源とっていうから全員1人ずつ名前言ってくださいね。それでは本日の放送はまずね、増重豊さんと私星野源と寺坂直樹と宮森河原と野上大輝でした。また来週。